こんにちは、上田元井です。久々の投稿になってしまったんですけれど、YouTube の、ね、配信者のあるあるなんですけれど、もうかなりいろんなテーマで動画アップしてきましたので、ちょっとネタ切れになっちゃってるっていうのがあって、最近アップしてなかったんですけれど、以前上げた動画にですね、ご質問いただきましたので、今日はですね、それについての、回答をしていきたいと思います。以前ですね、視聴者さんからのご相談で、男遊びをする、その過去にね、男遊びをしていた彼女の過去が気になりますという動画をアップしたんですけれど、それに対してですね、その動画に対して、彼女とね、こう心のつながりを大切にしていけば、そういったあの過去にね、男遊びをしていたような女性というのは、やっぱり不安が大きいとかね、心のつながりが今までなかったっていう、女性が多いので、心のつながりをきちんと作ってあげれば、関係うまくいくんじゃないでしょうかっていうアドバイスをね、動画でさせていただいたんですけれど、それに対して、コメントをいただきまして、とても参考になりました。具体的に心のつながりを深めるために自分が何をすべきですかというご質問いただきましたので、今日はですね、この動画でその回答をしたいと思います。心のつながりを深めるために何をしたらいいか、これは特別なことをねする必要っていうのはないんですよね。相手の嫌なことをしない、相手にとってこうマイナスなことをしないというのと、あともう一つはですね、こうプラスのことをするっていうことなんですよね。相手が求めていることを、する、この2つだけですよね。マイナスなことをしないというのはですね、例えばですね、相手を不安にさせるようなことを言わないとかね、不安にさせるような行動をしないとか、約束を守るとかね、嘘をつかないとか、そういうマイナスのことをやると、その心のつながりを深めるどころかね、その裏切り行為をすることによってどんどん心がね、離れていってしまいますから、例えばね、毎回こうデートに遅刻してくるんだよとかね、最初の頃はね、連絡もくれてたんだけれど連絡くれなくなったりとかね、それってやっぱり相手を不安にさせる行動じゃないですか。だからそういうマイナスのことを、しないということなんですよね。これもね、単純なことなんだけれど、実はですね、難しいことでもあるんですよね。駆け引きしてしまってですね、こう相手をこうね、自分の方に気を向けるためにわざと連絡しないとかね、本当は忙しくないのに忙しいふりをして、相手のこうなんか興味を引くみたいなことをやってしまう。それでかえって、相手とのこう距離が離れていってしまって、うまくいかなくなってしまうとかね。だからそういう、自分の不安が大きいからこそそういうことをやってしまうんだけれど、それは相手にとってはマイナスであることがやっぱり多いんですよね。だから基本的なことで、本当に相手が不安になったりとか、相手に対するその裏切り行為を まずしないということね、それが基本ですよね。で、相手にとってこうプラスのイメージを植え付けていく、プラスのことをしていく、相手が求めることってこれ人によってね、違うんですけれど、その相手が求めることっていうのはですね、大きく分けて5つあるんですよね。まず1つ目がですね、お金を与えるということで、2つ目は、物を与えるということで、3つ目はね、言葉を、与える、言葉を与えるっていうか、その愛してるよとか好きだよとか愛情表現を言葉でしてあげるっていうことね。
あと4つ目は、行動でその愛情を示してあげる。まあ何か相手のために、してあげるとか手伝ってあげるとかね、行動で、示してあげる、与えてあげるってこと。あとは、もう一つ5番目としては、スキンシップですよね。あのスキンシップってあのただセックスするっていうだけじゃなくて、まあ、キスをする、手をつなぐ、ハグをするとか、まあ、そういった、スキンシップをして、まあ、相手にとってこうプラスのことをしてあげるっていうことですよね。で人それぞれね、これ、不安の度合いによって、その大きさって変わるんですけれど、まあ、例えばそのお金を与えることによってこう振り向いてくる人とか、あとはその物を与えることによって振り向いてくれる人って、これはね、難しいですね。こういう人と心を深めていくっていうのが難しいので、だからもしそういうことを相手が望んでいるのであれば、なかなかね難しいと思った方がいいと思います。どうしてかというとですね、お金とか物というのはあなたじゃなくてもできちゃうんですよね、世の中に。これはまあ男の人が結構多いんだけれど、その女性にね、物をあげたりとか、お金をたくさん貢いだのにいつまでたっても自分に対してご本気になってくれないですみたいな方は中にいらっしゃるんだけれど、それはあなたじゃなくてもできるからなんですよね。お金をくれる人とか、ね、物をくれる人って、まあ、世の中に結構いるので、別にあなたが与えてくれなかったとしても他探しても与えてくれる人は、いるんですよね。あなたじゃなくてもできちゃうからなんですよね。そして物っていうのはですね、その与えた時はねすごく感動するんだけれど、それってね、時間が経てば経つほど価値、その人にとって価値が薄れてきてしまうんですよね。例えば、まあ、その女性が欲しいと言っているバッグをプレゼントするとするじゃないですか。で、その瞬間はすごく喜ぶんだけれど、次の日になると、古いものになるんですよね。でまた1日経つともっと古いものになって、日が経つごとにどん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 その新鮮さってなくなっていくんですよね。物ってね、その次の日になったらこう色が変わってとかね、形が変わって価値がどんどん高まっていくっていうんだったら、それはねいいかもしれないけれど、物ってねそういうことはないんですよね。もらった時、手に取ったその瞬間がマックスで、それ以降はどんどんその人にとって価値が下がっていってしまうんですよね。ですから一つ物を与えたとしてもね、その快楽を得るために利用されてるだけなので、常にこう物を与えてってあげないとその感動が得られないんですよね、その人自体が。だから、与え続けないとあなたのことをこうなんていうのかな、あなたの存在価値がその相手の女性にとってないなくなっちゃうんですよね。常に与えてないであげなくなっちゃうと、じゃあもういいやって言って他の人を探してっちゃう。で、まあお金もそうですよね。結局あなたじゃなくても与えてくれる人って世の中にはいくらでもいるからね。だからこのそもそもですよ、お金目的とか、その物目的みたいな人ってとその心の関係を築いていくっていうのは非常に難しいですよね。だからそういう人たちっていうのはやっぱり自分でこうね、そこに執着しているんだっていうことに気づいて、初めてこう改善していけるかなということなんで、いくらそれを相手のためにそれを改善してあげたいと思ってもなかなかそれは本人が気づかないと、改善するっていうのは、難しい。ですから基本的には、そのお金目的とかね、物目的とかね、あと女性の場合だと体目的にされるっていう場合もあるんですよね。まあこれはその物目的とかお金目的と一緒で、体を目的にされてしまっている。だから、まあ、言い方悪いけれど物扱いされてしまっている。だからそういう男性と心のそのつながりを作っていくっていうのはまあ難しいんですよね。それ以外でですね、その心のつながりを作っていくためにはですね、
まあ、プラスのことをしていくっていうのでは、その言葉とかその行動とか、あとはスキンシップですよね。このあたりなんですけれど、この3つの中で相手がその何を望むか、例えば言葉にしてもですね、好きと言ってほしい人もいるし、愛してるよって言ってほしい人もいるし、それぞれその何て言うのかな、かけてほしい言葉も違うじゃないですか。よく女性の方でこう、私はこんなにね、やっているのに、例えば料理も掃除も洗濯も何でも私は彼の身の回りのものを何でもやってあげてるのに、それにね、彼はありがたいと思ってくれないと、ね、好きだと言ってくれないとかっていう場合もあるんだけれど、相手が望んでいないことを やってしまうとですね、逆効果になってしまうんですよね。そんなもの求めてないのに逆にうざいなとかっていうふうに思われちゃうんですよね。それは言葉もそうですよね。そんな言葉かけられたくないのに、かけられてしまうとかね。あとはまあスキンシップもそうですよね。スキンシップを大切にしたい人もいるし、そうじゃないっていう人もいるので、じゃあスキンシップで何を大切にしたいかっていうのも人それぞれ違いますからね。これをちゃんと知っていくっていうことなんですよね。ただ自分の思いつきだけでこうなんだろうなっていう風な感じでやっていくのではなくてね、その例えばどういう言葉をかけてもらったら嬉しいと思うとかね、スキンシップはどうしていきたいとか、どういうことをしてもらったら嬉しいとか、そういうことをちゃんと、言葉で確認をするということなんですよね。それを聞いた時にですね、なんかめんどくせえなとかね、全くこう話にならないようだったら、そもそもそのなんていうのかな、関係が続いていかないと思うんですよね。本当にうまくいく相手とだったら、そういう会話って自然にできるようになると思いますから、まずはちゃんとコミュニケーションを取りながら、相手が何を、その恋愛に対してね、何を大切にしたいかっていうのを、まあ、会話の中から知っていくということなんですよね。で、相手が求めていることを、まあ、言葉をかけてあげるとかね、まあ、スキンシップもそうだし行動もそうだし、相手が求めていることをしてあげるということなんですよね。それをやっていくうちに、まあ、先ほど言ったようにそのお金とか物と違ってですね、あなたにしかできないことだから、例えば同じ好きでも、あなたが好きということに価値があるんですよね。だからそういったものというのはですね、こう積み重なっていくものなので、まあ時間が経てば経つほどね、そのなんていうのかな、年齢は重ねていく、年は老いてはいくけれど、どんどんこう積み重ねていくことってできるんですよね。単に物みたいにですね、明日になったらただ古くなっていく、明後日になったらただ古くなっていくというのではなくて、人とのその関わり、言葉であったり行動であったりっていうのが積み重なっていくものなんですよね。だからそういうところを、まあ、大切にね、していったらいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ中にはですね、こうそういう相手が望むことを不安にもさせてないし、相手が喜ぶ言葉、安心する言葉をかけてあげているのにですね、ずっと求めてばっかりっていう人も中にはいるんですよね。そういう場合っていうのはですね、相手がまあ未熟だという場合もありますからね、根本的に未熟だっていう場合もありますから、まあ、そういった場合はその相手に執着するのではなくて、まあ、新しい恋愛に進んでいくっていうのもまあやむを得ないのかなとは思うんですよね。ちょっとなんかこう相手にしてあげただけで、相手が何か返してくれないから、なんか相手にその気持ちをぶつけてしまったりとかね、私がこんなにやってるのになんで あんたはこん何もしてくれないのとかね、そういうことを言ってしまうとですね、関係が悪くなってしまうから、まあ、基本的には、自分の方がちょっとこう多くやってあげるぐらいのつもりでいた方がいいのかなと思うんですよね。それをやってるとですね、人っていうのは自然にね返したく
くなるんですよね。なんか優しい言葉をかけてもらったら優しい言葉を返したいなっていう風になるものなんですよね。それをなんかこれだけやったんだからこれだけ返してくださいみたいな風になっちゃうと、あんまりこうね、返したくないなっていう気持ちになってしまうので、だからまあやってあげて、相手もなんか自然と、あなたに対して、優しい言葉であったり何か行動で示してあげたいなとかね、まあそういう風になってくるとね、どん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 関係が、うまくいくと思うんですよね。で、初めの頃のなんていうかこう気持ちをね忘れないということなんですよね。初めの頃って相手のために何でもしてあげたいなと思うんだけれど、一緒にいるとですね、どんどんそれが当たり前になってきて、例えば連絡するのもめんどくさいなとかね、会うのもめんどくさいなっていうふうになってしまいがちなんだけれど、まあそういう時にはですね、その出会った時自分ってね、その人に対してどう思ってたかなと、出会った時の頃だったら自分はどうしてたかなっていうことを思い出してね、まあ面倒くさいけれど相手を不安にさせないためにちゃんと連絡をしてあげようとかね、優しい言葉をかけてあげようとか、自分のことばっかり話すんじゃなくて、きっと相手もなんかこう不満が溜まってるからね、例えば仕事の愚痴を聞いてあげようとかね、なんか疲れているんだったらその相手のために何かしてあげようとか、まあ出会った頃自分がその相手に対してどういう気持ちでいたかなということを思い出して、まあ接してあげるということですよね。まあ2つですね、シンプルなこと、相手が、嫌なことをしないで、相手にとってプラスなことを、してあげるということをですね、ぜひ継続して、やっていただければなと、思います。で、冒頭でもお話した通りですね、ちょっと YouTube にアップするネタがですね、なくなってきてしまっているので、コメント欄にですね、なんかこういうテーマで動画アップしてもらいたいみたいなのがあったらですね、コメント欄にお気軽に書いていただければなと思います。